池田正樹です。20問20答頑張ります。もう気づいたら始めてたって感じで、まあ、お兄ちゃん2人もサッカーやってたんで本当に気づいたらやってたって感じです。はい、まあ本当にいっぱいボール触って誰よりも練習してしっかり自分に自信を持ってやってほしいです。大阪府大阪市で、地元のおすすめたこ焼き。結婚した妻と旅行に行ったこと。確か寝てたかな、寝てました。大阪やったら、南にあるニューライトっていうカレー屋さんおすすめです。タコライス。これはもう米ですね。白米一択。白米とキュウリのキュウちゃんを食べたいです。包容力のある人です。あれ見ました、ベストキット見ました。久々に2回目ですけど面白かったです。マイブームは、まあ、でも最近じゃないですけどずっともうサウナはもうずっとここ2年ぐらいは好きで行ってます。まあやるとしたらゴルフはサッカーの次にはまだできるスポーツだと思います。まだ下手すけど。ベストは、ベストは、95。淳之介かわいいから淳之介と行きたいです。四国かな、四国はあんま行ったことないから四国を行ってみたいですね。やっぱ思うんですけど2時間増えたところで特に何も変わらないと思います。今まで通りの生活を過ごします。試合前のルーティンは、まあ、特にないですけど、まあ、体幹入れたり、まあ、普通じゃないですか。みんなとあんま変わらないです多分。いないです。ボールに多く関わって前に出ていくスピードだったり、シュート見てほしいです。去年の数字を超えるっていうのは、今年の目標です。本当にコロナも落ち着いてくると思うので、まあ、日常に戻りつつあると思うので、本当に声出し応援でも僕たちのことを後押ししてくれれば嬉しいです。お願いします。